いいじゃない、ゆうべっぽいやん。思い出します、昔の意味を。ヴィッセル神戸ジュニアユースに入団して初めてもらったユニフォームっていうのが白黒だったんで、まあ、すごく嬉しくて、まあ、それが今でも頭に残ってるぐらいなんで、まあ自分の中では常に憧れてたユニフォームで、また再びここで着れるって思ってなかったので、しっかり、まあ、嬉しいですけど結果を求めてチームの勝利のためにこのユニフォームで頑張りたいです。昔、すごくこう活躍していた選手たちが着ているヴィッセル神戸のユニフォームは白黒っていうイメージはすごく強いので、この時代に自分がまた袖を通せることっていうのは非常に誇りに思うし、まあそれに恥じないようなプレーっていうのはしっかりしなきゃなっていう、まあちょっとしたこう気の引き締まりっていうのは改めてこう袖を通してみて思います。